お疲れ様です。七倉です。今日はですね、思考停止にならない方法という形で話をしていきたいなというふうに思いますが、まあ今ね、世の中の人は結構、不安に陥らされたりとかして思考停止になってるなって気がするんですよね。昨今のパンデミック、この 1、2年のパンデミックとかもそうですけれども、そんな中でですね、僕らはなんか恐怖を植え付けられて思考停止になってるななんていうことが結構あるんじゃないかなと思います。例えばね、なんか俺なんか不思議だなと思うのは、例えばこの前入ったね、あの喫茶店なんかでもそうなんだけど、感染症防止のために90分間で、出て行ってもらいますみたいな話があるんだけども、別に90分用が120分用がなんか別に感染症と関係ないじゃないですか、はっきり知って喫茶店においてね。例えばじゃあ90分座ってたらなんかバイ菌が出てくるみたいな、人間の特徴があるんだったらいいけど、そんなわけないわけじゃないですか。でもそこになんかね、本当に疑問を持ってない人っているのかなみたいな。それをなんかね、当たり前のようにお客さんに言う、言えって言われたからしょうがないんだけれども、言ってる時に疑問に思わない人がいるとしたら、やっぱそれおかしいんだよね。でも意外とその世の中ってそういうことになってて、特にこのね、一連のパンデミック系のね、話であれば、なんか本当にね、わけわかんない政策があったりとか、いろいろ知ってるじゃないですか。だからそこにどんどんね、疑問を持つべきなんじゃないかなっていうふうに思うわけ。でもそれを疑問に持たないようになっちゃってるわけ。これはね、いつも言ってるけど、日本の教育っていうのは基本的には、言われたことやれみたいなのがね、日本の教育だと。その言われたことやれみたいな日本の教育の中だと、どうしてもね、どうしても、やっぱりこう、考えられない人間になっちゃうんだよね。いつも言ってんだけど。考えられない人間になっちゃうと。それがとにかくまずいよということ。で、じゃあ、その、思考停止になる一つの要因として何があるかっていうと、恐怖なんだよね。意外と。恐怖とか不安に人は駆られると、一気に思考能力が下がるって言われてます。IQ が下がるみたいなこと言われてるよね。だって本当になんかビビっちゃったりね、ビビってる状況だったりとかってわけわかんない行動するわけですよ、人っていうのは。だからそれぐらい思考停止になってしまうわけね。焦ってなかったらうまくやれることが焦っちゃうとはできなくなっちゃうってよくあるじゃないですか。それって何かっていうと、人間っていうのは、やはりですね、その恐怖を植え付けられるとですね、どんどん不安になっちゃうんですね。ってことは何か？じゃあそれを克服するには何が一番重要かっていうと、じゃあ恐怖とか不安をどう取り除くかなんです。ただ、これもね、よく言ってるんだけども、不安とかって、やっぱり、俺たちの脳っていうのはね、不安を考えるためにできてるぐらいだから、不安を完全になくすってことはできない。ただ、じゃあ和らげる、もしくは不安になるレンジを狭くするってことはできる。じゃあそれは何かって言ったら、知識なんだよね、最後は。やっぱり恐怖ってのは知らないから恐怖、だったり知らないから不安だったりするわけ。例えばじゃあ借金が怖いなんていう人がいるけれども、借金って別にそんな怖くないわけよ。ちゃんと借金の仕組み知ってて、どうやって返すかって分かってればね、なんでもないわけじゃん。だって実際住宅ローンはみんな借りるわけじゃん、ね、住宅ローン怖えなんて言ってるやついないわけよね。でもそれだって思考停止なんだよね。なんか借金は悪いけど住宅ローンは OK みたいなやついるじゃない。でもそれって完全に思考停止だからさ、そういった意味でその話戻すとさ、ちゃんとね、した知識をたくさん持っていれば、不安とか恐怖からは逃れることができるわけ。で、不安とか恐怖から逃れることができれば、思考停止にはなりづらいよね、ということね。だからこの辺ってすごく、重要です。だから俺は読書が重要だって何回も言ってるわけ。何度も何度も読書が重要だって言ってるのはそういうこと。だから読書、だから実際ね、モテる読書術って本を書いてたりとかもするし、あと、出口式読書術っていうね、現代文のカリスマ講師の出口先生の、読書術のプログラムをプロデュースさせてもらったりとかっていうことをさせてもらってます。で、実際ね、俺は今本当に若い子たちと関わる機会が多いんだけど、彼らに言ってるのはとにかく本を読めということね。とにかく本を読めってことも言ってるし、あとはその、毎週1回、もしくは2週間に1遍ぐらいですね、読書会っていうのをやらせてもらってます。その読書会をやらせてもらって、その中でね、その読書を読む習慣、こうやって読んだ方がいいんだよみたいなところを、伝えてる。こともやってますということですね。で、今日は、思考停止にならないためということですけども、思考停止になる最大の原因は、恐怖だったりとかするわけですね。だからその恐怖をどうやって、打ち消すかということを考えたときに、やはり、無知だから、不安になったり恐怖に陥り込められたりとか陥ることになるので、重要なのは何かというとですね、知識を、蓄えよう、そして読書をしようということに、結論になりますということでした。ということでですね、今日は思考停止にならない方法についてお話しさせていただきました。また次回お会いしましょう。